えっと、今、現在、何時だ ?10 時58分、雨が降ってきました。流れを見てみましょう。6時、8時、11時、夜の11時、12時ぐらいにちょうど通過し始め、1日の夕方ぐらいには過ぎていきますね。ただ問題は、見てください。この右側。ここ、今、いるでしょ赤いの。 これが通過して日本列島に行ったぐらい右の方右の方赤いのが発生してますね、これがどんどん発達していくんです、台風になり、もっと発達して台風になるのか、おっと台風になってしまいましたぐんぐんと勢力を上げ、かなりの勢いをつけながら沖縄に行くのか、行かない。 沖縄には行かず、そのまま上昇しております。でも多少の影響はあるかもしれませんね、これね。でど、かなりでかいですよ。でかい。はい、ストップ。えー、これは日曜日6日の4時ですね。朝の4時には、日本列島、もっと行ってみましょう。ストップ。おっと入ってきましたね。もうちょい行ってみましょう。ストップ。ここです。ここがどこなのかわかんないけど、日曜日6日の 2時には日本列島のこれどこなんでしょうね、これ。中国地方というんでしょう。なんか変なのが出ました。なんだこれはふ。おい、風速。これは、ほら、かなり強いですよ、これも。ここ、出んな。これも強いですね、なかなかね。ほらもう、こういうところが30メートルとか。 なかなか強いですよ、これ。ここが日本のどこなのかがちょっとあ、わかりますね、こうやったら。広島、大阪、東京、全部カバーしますね、ほとんどね。まあ、大阪なんかがかなりヤバそうな感じするね。大阪、広島とか、東京もおそらく、まあ、この辺、日本、 列島、九州から東京にかけて、やばいかもしんないね。東京だと、風速10メートルぐらいですか。なんか出ました。おい。ちょっとやばい感じですね。え、6日の2時、気をつけてください。